11個の配信初めてかも。あんまりないな。ナナの上唇かわしつレッチ。明日学校あるよ。今日これでね、めっちゃ楽しみやな。もう、ナナ大好き、ありがとう。豚の耳じゃない、うさぎ。こんばんは。こんばんは、今日もスキピです。最近ね、おにぎりがめっちゃ好き。おにぎり好き好き。最近配信来れてなかった。さっきねなくんの情報。もう目まぐるしい日々を過ごしております。おにぎりの具、鮭、エビマヨ、ツナマヨ、うさみみ。一緒に寝るも。やっしゃー、ありがとう。こんばんは。明日公園頑張る。子守歌、子守歌叩きたいぐらいとは。なんだ？眠れ、眠れ。まひろくん、エッグちゃんありがとう。雨大丈夫やった？今日結構降ってたよね。からひけ。ぴょんぴょんちゃんです。スクショタイム。誰かさんに「こぶたちゃん」って言われた、メンバーに。今始めた、こんばんは。今始めたばっかだよ。この時間にやってるってことは必然的に高校生じゃないっていうね。高校生じゃないっていうのが証明されるよね。今日はブリトさんもの刺身食べて、いいな、食べたいよな、もう刺身。
鼻をつかむ、ぐし。ゆってぃ。てれむじありがとう。ゆだくんはもう眠です。やっさん、ハートありがとう。今日4時45分起きでして、今激寝ていいよ。今日はブログ見ましてありがとう。お久しぶり。ナナン、こんばんは。ピンクのシナモン？なんか夜配信しない、ごめんね、遅くなっちゃって。なんかおさぶり。これはアンクルージュさんです。明日の朝配信します。森は全然待ってないよ。ともひろくん、ハートだるまさん、テンキューさんです。ごめんね、落ち着いたら一定の時間にできると思う。ちょっと忙しくて、ツン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 。明日の朝配信は。なんかね、大学の手続きとかもやらないといけないことがあって、もうこんがりポテトやし、新生活の準備もいっぱいしなあかんし、ちょっと公演とかもね、いろいろやらないといけないし、わーって感じで、ごめんなさい。みんな、こんばんは。そうやね、履修登録がもう大変なのよ、もうなんかよく分かんなくて。こんがりポテトみんなも使うといいよ。なのでキャッチフレーズ「いなってなんだいなんなんだ」「みんなの夢の中にもいなな」ありがとうございます。大阪出身、高校3年生、18歳のゆななんことはやかなんです。よろしくお願いします。明日当たったのできますか？4月の初心者、嬉しい。待ってるね。もうさむしさごきん。ケンマートさんの声の曲大好き。
なすいません、キスしませんかって。まあちょうどその曲頭で流れてた。マジ可愛かった、ケイトさんの。もう天使でしたね。アイニャハントありがとう。めっちゃストレス好き。ワイニャンさん、ハートのサレンダーありがとう。プタマン、プタマン。ナナのキャッチフレーズ素敵だね。誰が考えたの？秘密。やっさん、だるまさんありがとう。あまり無理したりななんが心配だから優しいね。キュッ。あ、高校3年生って言っちゃった。普通に言っちゃった。リビングでショールーム見てたママによく聞く声だって言われた。あー嬉しい。ママユナのママえピンクのスクールタイム。JD1 年生18歳。普通に高校3年生って言っちゃう。どうしましょう。ラブレター届いた？豚さん。大学生だよ。来た？ラブレター。できるよ、行くで。何時まで配信するの？何時までしよう。1時間ほど。明日絶対間違えるに。確かに間違えそう。やっさんハートありがとう。なのですこんばんは。1年生忙しいんや。ぐらいおしゃべりしましょう。何それ。初恋のもらっとこ探したい。かわいい。初恋からずっと君のこと好きで。こんばんは、ゆなな。やっさんハートありがとう。今ラブレター届いた？夜はやっぱ早いよな、届くの。
恋市場主義のめっちゃ好きな曲ね。そうなん？めっちゃいい曲やんだけど、なんか元気出るよね。みーちゃんが一番好きな曲、なんやろ。なんか新しくなんかキュンマートさんの曲もなんかキュンマートさんがやってる声もなんか好き。なんかあんまりもともと知らなかった曲が多かったんですけど、引っ越ししました引っ越ししました。好き、ありがとう。眠そう？けど朝よりは眠たくないな。マーボーさん、トリピピありがとう。カーテンはね、あの家にあったやつ持ってきた、とりあえず。なねちゃん見に、キャー、もう寝なさい。何時まで起きてるの？初めまして。実家から遠いのって聞いた。遠くない。やっさんハートありがとう。そう、リングケース、これはね、普通の百均くんのケースで、それにリングをつけたの。キャ。ちなみにこれタンプレでね、琥珀にラベンダーの色で、ミエタに緑色のもあげたから、3人とお揃いになるよ。師匠いてる。ちょっと待ってなんかね、授業の選択登録の完了ボタンが押せないから、明日ちょっと問い合わせに行こうと思って。見ようと思ったら、なんでって配置して買っちゃったの。かわいい、ありがとう。もう月末のお姉さんね、きっとし、なんで一人暮らし始めた。めっちゃさ、めっちゃではないねんけど、結構遠くてさ、大学までが。それで、それやったらなんか、あと自立、なんか毎回結構なんかママとかに車でさ送ってもらうのも大変だし、駅までなんか、それだったら歩いて
自分でね自立したいなと思ったのがきっかけ。けど土日は家に帰るつもり。一人暮らし気をつけるね。ありがとう。ナンバー実家と大学どっちが遠いの？同じぐらいかな。なんか大人になった。大人だった。半年一人暮らしの先輩に前も聞いた。それりなちゃんスターありがとう。ホームシックじゃない全然。今日もさっきまでママと電話してたし、逆にママと離れてるか頑張ろうと思えるであるな。なんか甘えちゃうから、ママといたらママーってなるから。炊けます、お米。あ、ブログコメントしてきました。ありがとう山ちゃん、スターありがとう。デビアスターありがとう。テレビ電話あれば無敵。あ、11時からお姉ちゃん配信するの？ゆな太郎何時から配信？ Wi-Fi 今ないねん、ここ。なんか登録できるはずやねんけど、なんかなくて。いいリハートありがとう。だから iPad ちゃんが今使えない。みんな大好きありがとう。こんばんは。22時20分から配信してる。ありがとう。お部屋はいろいろこだわった。一応白基調白基調っていうのはこだわったかな。そう、今ギガ無制限で無敵なの。なくんこんばんは。うん、大好きありがとう。なんか めちゃめちゃいいなの偉すぎ。どこが偉いの？全然偉くないよ。どこが偉いの？週末来てまた Wi-Fi 設定しても、そう、なんか Wi-Fi はあるねんな。なんかなんかこんばんまる、こんばんは。そう、やっぱり白が居心地いい。白が好き。和田美恵ちゃんとかが、そう、招待しないと。石道ちゃん、くましありがとう。自分より年下が尊敬。なんでなんで、言うながらみんなのことめっちゃ尊敬してる。山ちゃん、あ、ひやこちゃん、たくさんありがとう。エアコン完備してる。一人暮らし生きて初めてけど金銭面がきつい。確かにな。春から関東から関西に引っ越したね。関西弁
なんでやねん、何々したらええやんみたいな、戦わなきゃ NNB ちゃーろみたいな。エリリンハートありがとう。金食いだな。やめて。私も大学入学しとともに上京して、一人暮らし。おー。エリリンハートありがとう。家族に甘えずち、実家から出て自立しようと考えてすぐに行動できて、どうやら、そう、一人で、このマンションとかも探しに行って不動産と相談していろいろやってました。全部自分でした。こんばんは、エリリン。さくらさん、ありがとう。僕も去年の6月から一人暮らし。こんばんは。やあ、ゆってぃハートありがとう。自分も一から全部自分で手続きしてき始めた中になったなと分かる。一人暮らしすることになったらいいのに相談して何でももう分かるよ。そんな時間いつあったのか分からさないゆなくん本当に偉いねって。さん、かわいい、ありがとう。やっさん、ハートありがとね。アイドルも不動産使わんのかな、普通。自炊が大変。自炊もいろいろ食器とか揃ったらモチベも上がるかな。ゆまちゃん、たこしありがとう。ゆなくんだけ1日36時間で生活してるって来た。いやー、けどゆなくんね、ウサギポーズ。やだよ、このなんか小さいね、キッチンでやりたくないね。クッキング配信するときは家で、実家でやります。アイドルが内見？内見って何？覗いてみたい。よっしゃ、ハートありがとう。嫌なの、7つ上で普通に働いてるのに宿場から近いからといまだに家族に。いやー、それは全然甘えてもいいと思う。宿場から近いとか全然、やっぱ効率がいいというか、そっちの方がね、その手を使わない手はないでしょ。逆に。カビオーリックさくらちゃん、ありがとう。あ、部屋をお試しに見に行ったやつね。行きました、行きました。
カフェオリくん、タコちゃん、ありがとう。これは、ひよこちゃん、ありがとう。打ち身しました、打ち身。けどやっぱビビってくるよね、打ち身って。おやすみなさい。結構何件か迷った。実際に行ってみるともうビビッときました、ここだって。山ちゃん、ハートありがとう。おやすみなさい。カフェオーレくん、トリッピーありがとう。ヤサハートありがとう。内見 感じ弱くて、感じが弱って。こんばんは、カザピーさん、下ありがとう。ヒヤヒヤが普通かな、普通ですね。自分の可能、自分の部屋よりは大きい。北向きの部屋寒いんだ。ぴょんさん、今って寒い時期。全然暖房活用してないけど、普通やんな。今全然適温な時期だよね。いわきゃ、ハートありがとう。まったく寒くねんな。ちょうどいい気温、ちょうどいい気温。ねんねん大好き、ありがとう。なんかね、寝心地はいい。なんかなんやろな、壁紙が白だからかな、なんかあんまり、全然、なんて言うんだろう、朝起きて一瞬ここどこともなれへんもぐらい、もう馴染んでるっていうか。 シャワー派、ちゃんと最近浸かるようにしてます。カフェオーレくん、ハートありがとう。ゆななんて寒がり屋さん、どうなんやろ、暑がりやし寒がりやしみたいな感じかな。 いっちゃめんどくさいのかな。ゆっちくまちゃん、ありがとう。くまちゃん、一人で朝起きれる、全然。全然今までも朝起きてたから、全然起きれる。めっちゃ寝起きいいからびっくりするぐらい。かっちゃん、綺麗だよ。ありがとう。こんばんは。トップ300？寝起きよくなるコツは、40時間暖房つけっぱなし、聞いてない、何それ。寝起きよくなるコツ、ぴょんさん、卵ありがとう、やつさん、ハートありがとう。寝起きよくなるコツは、なんか寝る前に何やろな、安眠できるような体勢をとること。やっぱ寝てるときに、なんやろな、例えばテレビをつけっぱで寝るとか、電気をつけっぱで寝るとか、ね、あんまりというか、そんなよくないやんか。ちゃんと横向けて、パジャマに着替えて。
電気代2000とか、やば、暖房ってそんな高いんだ。そう、そしたらとか、例えば次の日の朝、自分のおいしいものというか、自分の好きな食べ物、朝ごはんを食べようとか、何か朝に楽しみを一つ持っていくと起きやすくない？例えば、そんな感じかな。ひゃっちゃん、だるまちゃん、ありがとう。ぴょんちゃん、卵ありがとう。こんばんは。正座してお尻みたいなポーズ。例えば今のショールームやなさ、嬉しい。これ初めてなの。慰め大丈夫？正座してん、ああ、けど、なんか、あれ、もうちょい二度寝できるとかの時は、寝たことあるかもしれない。こんばんは。20分から始めてんな。15分までやろうかな。明日こうやったの、おお、よろしく。明日友達ご飯させられてきて、公園見たくて断って、めっちゃ嫌なのこと、大好き、嬉しい、ありがとう。なんか最近公園たくさん出てるのに、なく寝ないなって。20分からで、なんか、じゃあ10分になったらカキカキし始めますね。みんなこんばんは、ピューピューラ。めちゃめちゃうれしい、にやけ。グッドスプーンで完食食べたいいね。ちょっと20分が始まる、ありがとう。ゆまちゃん、いくちゃん、ありがとう。試験さんいらっしゃいって文字をちょっと変えて。いしししオンライン留学が7月下旬まで終わったら、すっごい文字ありがとう。オンライン留学楽しんでね。こんばんは。最近なんかふざけたけど、だいぶ開示されてる、ありがとう。よかった。県外に住んでるから、早くここ行きたいって言ってくれてる。こんばんは。23時過ぎて、今何か話してる。確かに。
何杯つってもいける働き肌がない。あっ、トゥルルガス130日目やった。結構続いてる。こんばんは、姉ちゃん大好き、ありがとう。もうすましさんごきのりつき、かわいい、めっちゃかわいい。このみさんめっちゃすごい。明日から1週間仕事頑張れる、ありがとう。いや、なんかフードがかぶってるの怖くて。やった、一生かぶるね、フード。ちゃん、卵ありがとう。あと大学の健康診断、健康診断ってあれ絶対行かないといけないの？いなくん健康なんだけど。やって、よくちゃんありがとう。くじついたらまだ怖い、待ってる、うん、お姉ちゃん23時30分からだった。もしかしてユナのために送らせてくれたんかな。優しいお姉ちゃん大好き。ユナも見に行こっかな。あれアプリ入れないと見られんのかな。なく真面目すぎかも。妹思いの姉で。ナップルでも見れる？自分で病院でやってくださいって大変なのか。私も明日健康診断行くの。いってらっしゃい。やさはた、ありがとう。はじめまして。健康って言ってる人ほど何か怖い、怖い、やめてやめて。今日は歌うかもって言ってた。健康診断の時体重、お待ってる。県外に住んでるから早くワクチンって。公園、公園、ま、楽しみにしててね、ともちん。さくらちゃん、ありがとう。さあな、耳はうさぎさんだよ。ともちん、さくらちゃん、ありがとう。早くアプロ、やめて。和田美優のせいだ、プロと呼ばれるの。全然プロじゃないのに。わかりました。検診は毎年受けることにします。みんな大好き、ありがとう。ねえ、姉ちゃんって、なんか前にも聞いたことあるセリフ。いいよ、ゆな姉ちゃん。こちら、でででででで。ゆな大好き、ありがとう。明日とやるどっちも配信見えてる。ありがとうね。
今日はユナピオン、そうなの。初見です、ゴジラに出てかわいい。誰がゴジラや誰がゴジラだ。ユナの大好き、ありがとう。ユナくんもあれカラオケ配信してきて、考えてイヤホン持ってきてないな。マイニャン大丈夫、くな泣くな。最近ピオラさんのお友達できて嬉しい、ユナちゃん、嬉しい、ユナも仲良くなってね。そして仲良くなってね、ピオラさんのし、やっほー、ゆうきくん、ひよこちゃん、ありがとう。うん、なんかエアポッツはね、エアポッツが誰がユナゴジやちなみにユナのさ、ハムスター、あの家におるハムスター、コジちゃん、コジちゃんに会いたいわ。昨日会ったけど、ツイッターのフォローお待ちしてます。だってピューラーさんってたくさんいたいから、先輩あんただ、ピューラーさんほんま皆さん優しくて素敵な方で面白い方が多いので、うん、まみんな仲良くしてほしい。皆さんハートありがとう、ぜひぜひ。ユナのツイッターしてないんだ。ピークとパーク。コジちゃんもおじいちゃんからあんまりするの連れていけないの。ユナさんハートありがとう。早川プロファミリー。ピオコジって。ゴジ、ゴジ、じゃあそろそろカキカキするね。ありがとう、なお教えてくれて。山ちゃんこれでいい、やばった、帰る、帰ってね、帰っていいよ、これもあれ共通のだからね。持ってないか分かった。じゃあ、じゃあそれかユナが今日ウサギのアバター描いていい？秘密じゃない、ヒヒヒ。僕も噛みしめながら
今日はちょっとパステル系で可愛く着ます。できました。お待たせしましたね。では13位から13位、ぴょんぴょんぴょんちゃん、ありがとう。12位やしみつさん、ありがとうございます。11位ウォッカさん、ウォッカちゃん、ありがとう。10位は元気くん、元気くん、ありがとう。9位はゆうちゃん、ゆーちゃん、ありがとう。ピュピュピュコラーって書いてる。あと、やさん、やさん、ありがとう。ふー。7位は、デビアン、デビアン。ありがとう。6位は、ゴジラアイドル。ついに変えました、カメレオンアイドルから。ゴジラに。5位は、エリリ、エリリ、ありがとう。ゆっち、ゆなっち、ありがとう、ゆっち。こちら。3位は見えるかな、カフェオーレくんです。ありがとう、カフェオーレくん、いつも。そして2位がリナナン。見て、ユナナンみたいじゃない、リナナン。ありがとう。これからリナなんて呼ぶかな。そして写真撮れたかな、撮れた。はい、1位はででん、ゆまたん、ありがとう。ゆまたん、見て、このキャラクター、お姉ちゃんが考えたキャラクターで、リホンちゃんっていう名前なの。今日はユマタンがいいって言ってくれたから、ウサギちゃんを描きました。その名もリホンちゃんです。ありがとう。じゃあ最後にチクチクタイム。今頃消やした、おかえり。リナナ陽気でしょ。こぶたじゃない、いなく明日学校。こぶたじゃないのだ、うさぎちゃん。かわいい、うさ太郎だよ。取れた？取れた？ありがとう、ビーム。ありがとう。じゃあバイバーイ。明日も配信するね。最後まで見ていただきどうもありがとうございました。おやすみなさい、おやすみなさい。音符担当。明日は何時から？8時から。明日は8時からでお願いします。いい夢、おやすみなさい。
Smithy.